その途端にイブの眼差しは真剣なものになった。やあイブ、久しぶりだね。今の話は本当なのでしょうか。相川さんの挨拶を無視してイブが訴えた。もしかしてイブ聞いてたの。はい、すみませんご主人様ですが、お咎めはどうか後にしてくださいませんでしょうか。お咎めなんてそんなことする気はないよ。それよりこっちに来て。ありがとうございます。いつもならこっちが困るくらいに恐縮するイブだけど、今は一礼だけして僕の隣に並んだ。そしてもう一度相川さんに視線を向ける。私は本当に人間ではないのでしょうか。人工生命体というものなのですか。イブは言葉を何度も詰まらせていた。感情をあまり表に出せない彼女が相当に動揺していた。あちゃー、こりゃ重症だね。イブの言葉を聞いた相川さんも目を丸くする。今回は本当に想定外のことが起きているらしい。何が重症なんです。自身が自分が人工生命体ということを忘れてしまってることだよ。感情の爆発で記憶がリセットされることも考えられるが、他にも原因があるかもしれないね。相川さんはまた腕を組んだ。イブ、君は私のことも覚えていないんだね。存じ上げません。相川様というお名前をお聞きしたのも先ほどが初めてと思います。初めてか。まさか私の記憶もないとは、ちょっと悲しくなるな。が、私の感情はこの際置いといて。ちょっと待ってください。記憶がないってイブが。ああ、私の知っているイブは少なくとも私のことは認識していたはずだ。しかし今の反応を見るに、君と出会う前の記憶にいくらか欠損があるようだ。イブ、本当なの？私にもはっきりとは。ですが、ご主人様と出会う前のことはよく覚えていません。そうだったんだ。だから言えばあの時答えづらそうにしていたのか。自分のこともあまり話そうとしなかったのは答えたくなかったんじゃない。答えられなかったんだ。でもどうしてそんなことに。そう、問題はいつ記憶のリセットがかかったかということかな。北見優馬くん、イブは君と出会った時から自分が人工生命体だと言っていなかったようだね。そうです。そんな話は全く聞きませんでした。ふむ。では彼女との出会いはどんな状況だったかな。どんな状況。あ、聞かれて思い出した。イブが倒れていたこと、体が凍えるように冷えていて死にそうな顔をしていたこと、それと相川さんに話した。なるほど。寒さのせいで倒れ
体に強い衝撃を負ったことで記憶障害に見舞われたといったところかな。相当バターンと倒れたんだ。記憶障害。イブには相川さんの記憶以外にどんな武器を記憶を与えていたんですか。一般常識とかは。一般常識レベルは事前に学習させていたよ。本当は人間と生活する中で覚えさせるのが理想だが、そうなるとしばらくは生活に支障をきたすからね。やっぱりそうか。相川さんのことを信じるなら、イブの世間への常識がたまにかけていることなのは記憶障害のせいなのだろう。いや、部分的にないんだね。しかしまあ、記憶が乱れていても問題なく生活できているようだ。北見悠真くん、君のような男性が主人で助かったよ。いやはや、こちらとしてもいいサンプルとなっているよ。うんうん、やはりデータ収集は実際に実験してみるに限るな。相川さんは満足そうに何度もうなずくけれど、僕の心が一気に荒れた。サンプル、データ収集、実験。そうだ、この人が警戒しなければならない。仮にイブの正体が彼女の意図だったとしても、いや、それなら余計にこの人を危険にする必要があろう。何でしょう、得体が知れない。それが怖い。僕の心の中は相川さんと出会った時のように鋭利になっている。なっていた。それで、相川さんの目的は何ですか？イブのことを伝えに来たってだけじゃないんでしょう。僕はイブの前に立ち、精一杯の虚勢を張った。やっぱり君は面白いな。いや、しかし、そこまで悪人に見られるのはショックではあるんだけどね。当たり前ですよ。いきなりやってきてイブを作ったとか、サンプルとか実験とか言われたら誰だって怪しみます。そもそも何で僕の中にイブを汚したんですか。僕を使って実験なんて何を企んでるんですか。これがわからないから怖いのだ。いつの間にかとんでもなく大規模な企てに組み込まれている。僕はそんな気さえしていた。イブも重症なら君も同様に重症だね。腹が痛いくらいおかしいよ。マッドやな。マッドサイエンティストの権限を集約してるよね、このキャラに。相川さんは実際に腹を抱えて笑った。彼女がそういう仕草をすると本当に子供のように無邪気だった。何がそんなにおかしいんですか。いやー、すまない。君みたいに想像力が豊かな面白い人と話をするのは久しぶりだから笑いが止まらないよ。大丈夫、君は君自身を買いかぶりすぎだ。だから安心していい。相川さんの言うことの意味がよくわからなかった。君が思っているように君が大きな陰謀にでも巻き込まれているなんてことは全くないから。機嫌そうな顔をしている僕に相川さんはおどけながらそう言った。まあでも、君が誤解してしまうのは私が目的を話していないことが原因でもある。いやはや、すまなかったね。相川さんは詫びの言葉を述べた後、ここに至る顛末を話してくれた。
イブの開発はテスト段階までこぎつけた。外見も心も人同じ人工生命体であるイブが、まずは人の生活に人として順応できるかということを試験することにしたのだという。ある日、一般常識などの習得も燃えていたイブを研究所から送り出した。彼女に与えていた命令は、疲れている人間を癒すこと。その命を果たすために、イブは北見悠馬くん、君に目をつけたんじゃないかな。確かに冒頭でだいぶね、仕事に疲れている、そういった様子だったからね、主人公は。僕が疲れていそうだったから。そう、私が君を選んだんじゃない、イブが君を選んだんだ。僕がイブに選ばれた。イブを伺う。イブは何とも言えない複雑な表情をした。そうか、彼女はその時のことさえも曖昧なのだ。よくは記憶しておりませんが、初めてご主人様をお見かけした時、お疲れになっている印象を抱いたかもしれません。助けていただいた後のご主人様のご様子を見る限り、私がそう思ったと類推もできます。確かに、イブと出会った時の僕はとことんダメダメで、いつも疲労困憊の顔をしていたからだ。でもイブが僕を見つけなければどうなっていたんだろう。この間駅前で僕を待ってくれていたイブに声をかけてきたチェラそうな男と出会っていたら、あの男は疲れていそうだと判断し、一緒に暮らしていたのだ。もちろん僕はイブとは出会いもしなかっただろうから、何も感じることはないはずだ。でも出会ってしまった今、両思いになった今では、想像するだけでも胸が張り裂けそうだ。まあ今誰でもよかったんじゃないかというね、疲れて言うなら、この主人公である可能必要性というのは別に最重要ではなかったということでしょうね。イブを一人で行かせることに不安はなかったんですか。でもごめんなさい、もうなんかこのストーリーが急展開で見入ってるわ。君は本当にイブに入れ込んでるみたいだね。愛香さんはにやりと笑う。答えてくださいよ。からかわれるような態度を捉えて、僕は思わず愛川さんを問い詰めてしまった。不安がないわけがないだろう。イブは私が作ったんだよ。親も同然心配に決まってるよ。だからイブに仕込んでいた GPS が機能しなくなった時には、正直焦りまくったよ。おそらくは倒れた時に落ちたか故障したんだろうけど、そこからはずっと探し続けてたんだよ。仕込んだってことはだから、何、内蔵されてるのかと思いきや、落ちたかとか言ってるから、ルパン三世とかこうピッてつける探知機みたいな話でしょうね。相川さん無表情でそう言った。すみません、大きな声を出して。いいさ、私は人としては欠陥品だからね。イブのことを子供だと思ってはいるけど、同時に物だとも思っている。そう思ってないと、可愛い娘を実験になんて使えないしね。君に責められても仕方がないのさ。だからね、せっかく作ったイブを現地テストしないって選択肢は
私にはないんだよ。娘がどれだけ可愛かろうと、そうしなければ開発なんてものはできないからね。相川さんもまだ表情をなくしたままだった。だからこそ彼女が本気だなと感じた。この人は自分で作ったものを人として認識して可愛がりながらも、その一方で物として扱うことができる。人間の心と物を生み出すものとしてのプロフェッショナルの心を同居させることができる人なんだ。イブの実験はいつ終わるんですか？実験が終わったらまた研究所に連れ帰されるんですか？僕の質問にイブも息を呑んで相川さんを見た。君はというかイブまでなんて顔してるんだよ。相川さんまた腹を抱えて笑って泣くくらいお笑いしていた。あこれで何当然だよみたいな。テストは終了。イブは回収するって言い出しそうでちょっと怖いよ。やっぱり君は、いや君たちは私が悪の大幹部か何かと勘違いしているようだね。勘違いしていたようですね。よかったよかった。相川さんの言葉に僕とイブは顔を見合わせた。大丈夫だよ、イブを連れてったりはしない。イブが望まない限りはね。私はここにいたいです。これからもご主人様にお仕えしたいと思っております。イブは相川さんに懇願するように訴えた。可愛い娘にここまで言われちゃ余計に連れ戻すわけにもいかないよね。じゃあ、うん、イブは君に任せる。北見優馬くん、その方がイブの成長にもつながるだろう。ありがとうございます。イブは相川さんに向かって礼をした。僕も同じように頭を下げた。感謝されるようなことじゃない。実はね、イブは私の想定をすでに超えて成長してるんだよ。イブの実験は人として人に混じって日常生活を送ることができるかということがテーマだった。そこで人に問い入るために疲れている人間を癒すよう命令を与えた。お互い人とコミュニケーションを取りつつ、家事など身の回りのことを完璧なまでにこなし、その負担を軽減させるよう努めていた。それができるなら人工生命としては合格と言えた。けどね、イブは君に恋をした。うわ、イブが少しだけ頬を染める。僕の方はもっと若くなっているはずだ。イブの心は人とほぼ同じと言ったけど、まさかここまで早く成長するとは計算してなかったんだ。計算？君と出会ったことで、君と一緒にいたことで、イブの心は急激に成長し、本当の人間のように恋までするようになった。ただ奉仕活動をするだけではゴーはならない。これはもう本当に想定外だよ。私は開発者としてイブがどこまで成長するのか先が見たいんだ。だから君にイブを預けるんだよ、北見優馬くん。相川さん目を輝かせる。その上で感情を抑えた。プロフェッショナルの顔も覗かせていた。こう言っちゃなんだが、君はイブにとっての
アダムだと思っている。そういうことなんだね。アダムですか。今度は私が君を買いかぶりすぎたかな。なるほどね。だから言うだったんだ。人類最初の女性。相川さんは肩をすくめて驚けた。イブ、もう一度聞くけど。相川さんがイブを正面から捉えた。君は北見ユーマくんとここにいたいんだね。はい、ご主人様とお約束しましたから。それに私はご主人様をお慕いしております。離れたくはありません。イブは真剣な眼差しで相川さんに追ってかけた。うわ、母親としちゃなかなかに複雑だよ、ほんと。こらの相川さんが両手を上げてため息をつくと、なんだか子供が大人の真似をしているかように少しおかしかった。しかし、女の子にここまで言わせるなんて、うまくやったね、君は。この粉をなどと肘でつつかれ、僕は恥ずかしくて何でも言い出せなかった。ああ、そうそう、一つ聞くのを忘れていたよ。帰りは相川さん何か思い出したようで、僕へと振り向いた。先ほども話したが、イブは人間ではない。それを聞いた後でも、君は彼女を愛せるかな。相川さんが僕の顔を覗き込んできた。選択肢とか出ないよね。一緒にいたイブも固唾を飲んで僕を見守っているのがわかる。僕はイブを一別してから相川さんをまっすぐに見た。イブが何者であってもイブはイブです。だから僕にとってイブが特別な人なのは変わりありません。僕はイブのことが好きです。母親代わりの人にはとても覚悟が必要だった。それに恥ずかしかった。でも僕は今の正直な気持ちを相川さんに伝えた。ご主人様。イブの声が震えていた。笑いかけると彼女は顔をくしゃっと崩した。なるほど、これはイブが夢中になるわけだ。相川さんは大きく何度もうなずいていた。うむ、やはり君にイブを預けるという私の選択も間違ってはいないようだね。そう言うと小柄な相川さんが胸を張った。その白さはやっぱり子供がえへんと選ぶっているようにしか見えなかった。困ったことがあったらさっき渡した。相川さんが背を向ける。ああ、それと私はイブの母親だ。結婚式の際には必ず呼ぶように。よかった。なんかマルチヒロインっていうか、複数人攻略対象がいるタイプのゲームではなさそうだね。それはよかった。逆にね、相川さんもゲラゲラと笑いながら出ていった。嵐が去った。ついさっきまで荒れ模様だった家の中は耳が痛いほどに静まり返っていた。イブと二人になり、お互いに同時にため息をついた。相川さんが言うには感情が高まりすぎて負荷がかかったってことだったけど、体調はどう？起きても平気？はい、ご主人様が寝かせてくださいましたので回復も早かったようです。ありがとうございました。俺を言われるようなことじゃないよ。
相川さんの言葉を信じるなら、イブが倒れたのは僕が原因でのものだし。それにしても、僕はイブをまじまじと見つめてしまった。彼女が人ではないと言われても、にわかには信じ合えない。本当に、外見は人と全く、人間と全く変わらない。確かに、どこか人間のように整った顔立ちだし、名前も明らかに日本人ではない。だから外国人だと言われれば全く違和感もない。うわぁ、くそ。イブがアダムとイブから来てるとはな、ちょっと。悔しいな、そこを分かりたかったな。けれど人工生命体と聞かされてもまるでピンとこない。イブにはおかしな言動があるものの、それも個性だと思えば人間以外には見えないのだ。あの、ご主人様。あ、ごめん。僕がじっと見つめていたせいで、イブがはにかんで困ったような目を向けてきた。僕は赤面してイブから目をそらした。ご主人様、本日は本当にありがとうございました。イブが丁寧に腰を折る。そんなに感謝されることはしないって。相川さんにもうまく丸め込まれただけのような感じもするしね。そんなことはありません。私が何者なのかを知っても、これまで通りに接してくださるのはとても嬉しく思います。それに、変わらず私を思ってくださるとおっしゃっていただいたこと、感激して胸がいっぱいです。イブは瞳に涙を溜めつつもニコッと拝んでいた。それに認めた僕だったけど、同時に羞恥心も込み上げてくる。さっきのことはその改めて言われると照れるっていうか照れていらっしゃるご主人様もとても可愛らしいです。カッコつけさせてくれと言ったはずだが、気づけばこうなっていた。うん。女の子に可愛いと言われるのは複雑な心境だ。好きな人の前なのだから、どうせなら格好つけたいところなのに。あ、失礼しました。メイドが分をわきまえず、ご主人様をからかうような真似を。イブが恐縮して深々と頭を下げている。そんな彼女を見て、いつものイブだなとなぜか安心した。そういうのは謝らなくていいんだよ。むしろ言ってくれた方が会話として自然な感じがするし。ですが、これからは恋人同士なんだから、あんまりかしこまったりしないで気軽に接してほしいな。わかりました。ご主人様のご期待に添えられるよう精一杯努めます。イブはいつものメイドの顔に戻って軽く礼までした。言ったそばからイブのこの態度なので、僕は口を漏らしてしまった。じゃあまずは僕をご主人様じゃなく名前で呼ぶことから始めようか。承知しました、ご主人様。あ、いえ、ユーマ様でよろしいのでしょうか。それで、これからもよろしく、イブ。こちらこそ、
よろしくお願いします、ユーマ様。僕を名前で呼ぶようになっただけで、イヴはやはり否定するのを忘れない。こういうところは本当に固くなる。それが彼女の魅力の一つでもある。今日は僕の人生においても一番の出来事は重なりすぎた。それでも無事にイヴとこうして一緒にいることができている。それだけでも僕にとっては十分すぎるくらいの幸せだ。その嬉しさのままに僕はイヴに笑いかけた。にっこりと褒美を返してくれた彼女の姿に僕の心が癒されていくのを感じたのだった。ほう。様、ご主人様。ああ。からオープニングの場面につながるのかもしれませんね。つうわけで、いや、衝撃だったけど、僕は覚悟はしていたよね。なんかその、言葉遣いが変だ。いや、でも、上流階級育ちなんでしょ？ラーメンも知らないのかよ。箱入り娘やったからでしょ？ってこう、疑いを自分でかき消しつついたのがついに第三者によって決定づけられたという回だったけど、まさかって感じだよね。ということで、どうしようね。こう出て多分4分の1くらい終わったと思うんで、ゲーム全体で見るとね。じゃ、君はもうあと2章やろう。もう2章やって、あとはもう私が個人的にやる。気になる人は買ってっていう感じにしましょうかね。つうわけで今回はここまで。ありがとうございました。私でした。